알아 했다. 저 또 아래도 그 마다 授業 중다요. 야베 코코로노 코에 떼졌다. 뭐 저도 내 여겐 매우 아르가라네. 더 건져 내 너리 코에를 뿐이. 나가시와 가나데 오나카 오스카세타 카레와 아르토 쿤. 아르토 쿤 쿠이신보다 카라나. 에휴 와타시모 夕食の 시간이 待ち遠しいんだけど. 오늘은 오야코의 돈부리의 날이다. 그러니까 授業 중だってば. 야따! 夕食다! 이타다키마스. 네. 밥을 먹을 때의 아르토쿤. 귀여워나. 夕食의 시간은 癒しの 시간. 夕食가 嫌いな子なんていない. 하지만だけど. 그래だから 庶民は. 이 소리는. 그런 맛있는 ご飯に 이치치 騒がないでくれる? 미っともない. 됐다. 에리카짱의 給食批判. 맛있くないよ. 梅ちゃうまいじゃん. 아,かわいそうに. これがごちそうに見えるのね. お父さんが社長でお金持ちのエリカちゃん. 에리카짱に言わせると 給食は美味しくないみたい. よくわからないこのおかずたちは何? こんなのは食と呼ばない. 雑食だわ. 家庭料理って言うんだよ. ていうか、うまかったら何料理でもよくない? そもそも器がよくないのよ。 え? 普通の食器だけど。 しかも割れないから安心じゃん。 こんなのペット用のお皿じゃない。 あなたたち、人としてのプライドはなくって? エリカンチのペットは贅沢してんだな。 親子丼といえば鶏肉でしょ? この貧相な塊がお肉? どう見ても鶏肉だよ。 やっぱり A5ランク以下のお肉は食べ物じゃないわ。 英語って何? 紙のサイズ? っていうか、文句言うなら鶏肉くれ! ちょっとやめてよ! これだから庶民と食べるのは嫌なのよ! 行儀が悪いし、本当の食も知らないし! 本当の食って何だよ? 五つ星シェフのフルコースよ! 五つ星シェフ? って何? 星座? 毎日こんな感じだったから エリカちゃんをよく思わないクラスメートもいた。 ああ、嫌な感じ! そんなに文句言うなら食べるなっての! まあまあ、何を言われても給食の美味しさは変わらないんだし。 エリカちゃんも給食を楽しめたらいいのにね。 そんなある日のこと、 朝ごはんの時にテレビを見ていると。 またアパレルの倒産だってさ。 最近多いな。 アパレルテノールって結構な老舗じゃない? アパレルテノール? なんか聞いたことあるな。 あれ? アパレルテノールの社長令嬢 奏の学校にいなかったっけ? あ? エリカちゃん? 友達なのか? 友達なのかな? エリカちゃん大丈夫かな? 投稿したら話しかけてみよう思って投稿したものの エリカちゃん、まがまがしいオーラ出てない? 朝からずっとあんな感じ? 話しかけてほしくないでしょ? いや、でもここはクラスメートとして励ましの言葉を。 ダメだ!オーラに跳ね返される! おはよう、エリカ! お前んち大丈夫か? アルト君、 あのオーラをものともせずに? 大丈夫って? どういう意味? お父さんの会社倒産したんだろ? 大変だよな。 できることがあれば! 見くびらないで! あんたたち庶民にできることなんてないわ! 自分でなんとかできるんだから! そう言うとエリカちゃんは 教室を飛び出してしまった。 俺、悪いこと言ったかな? アルト君は悪くないよ。 エリカちゃんがイライラしてるだけだよ。 その後もエリカちゃんはずっと不機嫌で。 もともと浮いてる存在ではあったけど、 ますます孤立してしまった。 倒産したくせに強がっちゃって。 バッチが当たったんだ。 そして、その日の給食時間。 給食はいらないわ。 家から午前を持ってきてるの。 一人だけ特別扱いはできないよ。 エリカちゃんもみんなと一緒に給食食べ。 庶民の食べ物はもうこりごりなの。 エリカちゃんはそう言うと大きな弁当箱を持ってどこかへ行ってしまった。 翌日からも給食を食べることはなかった。 倒産したくせに午前弁当か? いいゴミ番なのよさ。 数日後、 その日の給食はカレーライスだった。 わーい、カレーだ! アルト君、 授業終わってないよ。 給食時間が近づいて みんなワクワクしていた。 ただ一人を除いて。 エリカちゃんどうしたの? 元気ないね。 別に。 最近痩せたんじゃない? 変わってないわよ。
たまには一緒に給食食べない？エリカちゃんは午前弁当食べたらいいしさ。庶民と食べるなんて。ごめんよ。大丈夫？ふらついてない？ほっといて。お弁当落ちちゃうよ。え？お弁当の中身は？エリカちゃん、もしかして毎日お昼食べてなかったの？しょうがないじゃない。だって先生、エリカちゃんが。大丈夫か？ひとまず給食を食べなさい。いやよ。先生はうちが給食費払ってないこと知ってるくせに。エリカちゃんの家は倒産による借金のせいで給食費を払えないほど困っていたのだ。また払えるようになったらまとめ払いしてくれたらいいから、とにかく今は食べて。いやよ。庶民と同じもの食べるくらいなら空腹で倒れた方がマシなんでしょ。エリカちゃん、お願い食べて。本当に倒れちゃうよ。食べれないよ。エリカが贅沢したせいで会社潰れて、そのせいでお金がなくて困ってる人がたくさんいるのに、エリカだけお腹いっぱい食べることなんてできないよ。だけどエリカちゃんがお腹空かせても誰も救えないよ。ほら、エリカちゃんの分だよ。エリカが食べなかった分は庶民のみんなで分けて。え、いいの？じゃあ俺おかわり。ちょっとアルト君、食べるの我慢するよりたくさん勉強して人を助けられる大人になろうよ。食べたら勉強できるようになるってもんでもないでしょ。まあな、俺も勉強できねえもん。じゃあ食べない。でもまあそこまで言うなら食べてあげてもいいけど。素直じゃないな。うん、一緒に食べよう。その日からエリカちゃんは私たちと一緒に給食を食べるようになった。また文句ばっかり言うんじゃないの？という心配もあったけど、庶民の味にハマったらしい。だってあの日食べたカレーライスの味が忘れられないの。久しぶりに食べた給食ね。そう、あのカレーライスはいつも食べていた伊勢海老のカレーよりずーっと美味しかったわ。お前、伊勢海老食べたことあんのか？すっげー未知の生物だぶに。あら、そんなに珍しいことじゃなくてよ。相変わらず高飛車なところもあるけど、一緒に給食を食べるようになったエリカちゃんはクラスに打ち解けていった。ご飯が美味しくなる秘訣教えてやろうか？何なの？楽しい気持ちで食べること。皆さんこんにちは、かなでです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日は私たちの小学校時代のお話、楽しんでいただけましたか？給食ってなんだか懐かしいな。皆さんも好きなメニューや思い出のメニューってありますか？よかったら教えてくださいね。私はやっぱりカレーには思い出が詰まってるかな。皆さんのコメント楽しみにしていますね。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して皆さんに楽しんでいただけるように頑張っていきます。チャンネル登録がまだの方はぜひ登録をよろしくお願いします。ベルマークの通知もオンにしておくと見逃しがなくなりますよ。あ、それから今日の動画が面白かった方は高評価ボタンも押していただけるととっても嬉しいです。わあ、どうもありがとうございます。それではまたお会いできるのを楽しみにしていますね。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。